北からは北海道稚内市にある複合施設。名前は全国公募によって徹底し、北から始める、聞いたカラーに染まる、日本の一番北に位置する稚内から始まり、日本全国に最終的には世界各国まで稚内の色に染めていきたいという意味が込められている。北からは鉄道駅やバスターミナルを併設し、 道の駅機能を有する交通結節点になっている。他、売店や飲食店、コンビニエンスストア、観光協会、地域交流センター、映画館、グループホーム、高齢者住宅が入居している。また、港アシス、稚内を構成する施設になっている。稚内市では、水産加工業の衰退や人口減少に加え、稚内駅周辺の中心市街地から郊外化が、 進んでいたため、2002年度策定の、稚内市街地総合再生ビジョンから、稚内港、マリンタウンプロジェクトや第一福港地区での、稚内市第一福港地区、シーグランド計画との総合調整を図り、2003年度策定の市街地総合再生計画において、稚内駅周辺を、複合交通ターミナルと位置づけて、町と、 港を結ぶ接続拠点として機能することを目指し、事業化に向けた検討を進めてきた。2006年に都市計画決定した和歌内駅前地区第一種市街地再開発事業は、施設規模や事業再産生の再検討を経て、2008年に事業認可を受けて、翌年に着工した。かつての駅前ロータリー跡に複合施設の西側、旧和歌内駅舎跡に、 稚内駅を新築した後に複合施設東側を建設した。年表 JR 稚内駅稚内駅前バスターミナル稚内市地域交流センターショップグルーメコンビニエンスストア稚内観光協会 TJOY 稚内グループホーム特定施設 TJOY 地内に関するカテゴリー。ありがとうございます。